皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。学校であった怖い話 S、 続きやってまいりましょう。ではですね、今回挑戦します隠しシナリオなんですけど、ある順番である選択肢を確実に選ぶことで出現するっていう隠しシナリオなんですよね。で、私一回ちょっとどんなもんかなと思って何人かその順番でプレイしてみたんですけど、なんかね、今までその見たことあるシナリオが、まあ必ずね、私全員分全通り進めてるから見たことあるシナリオなんですけど、ちょっとラストだったりとか間が変わってたりするんですよ。なので私の中でここちょっとシナリオ変わってるなっていうところをこうかいつまんでいきながらやっていこうかなって思ってます。なのでそのシナリオの詳細気になる方はぜひ過去の動画をね振り返っていただければと思うんですけど、まあ、過去のもの一回見たことある方だったら、あ、まあこれこういうことありましたよねぐらいで伝わるようなやり方ができればなっていうのが理想なんですけど、よろしくお願いします。とりあえず岩下さんですね。ちょっとね、選択肢も決まったものを選ばないといけないので、そのあたりもね補足しながらやれたらと思うんですけど、まあ、岩下さん1話目、これね、内山光太くんの話です。で、ここは、僕はいじめてないやな。僕はいじめてなんかいない。君は勘違いしてるよ。僕は無我夢中で叫んだ。なんだか岩下さんの顔がとても怖かった。まるで何かに取り憑かれているような。どうして岩下さんが内山くんの話をするのかわからない。確かに僕のクラスに内山くんといういじめられっ子がいた。そして彼は3週間ほど前に辞めていた。でも僕は彼のことをいじめたりなんかしなかった。嘘おっしゃい。お前がいじめたんだ。このスチルのさ、後ろに立ってるこの、多分これ、風間さんかな？壁にへばりついてんの。ちょっと振動さんチックもあるけど、多分風間さんやんな。風間さんと福沢さんが壁にへばりついてるこの構図がちょっと面白い。お前がコータを殺したんだ。いつの間にか彼女の手にはカッターが握られていた。チキチキチキと虫の鳴くような音がして、カッターの刃が目いっぱい押し出された。彼女は真っ赤な舌を覗かせると、その刃を押し付けベロリと舐め上げた。赤い舌により赤い一筋の血が滲んでいた。彼女は笑っていた。僕は足がすくんで動けなかった。彼女は勘違いしている。僕が内山くんをいじめた張本人だと勘違いしている。僕じゃない。本当に僕は関係ないんだ。僕は叫んだ。でも僕の叫びは彼女の耳には入っていないようだった。お前だ。お前がコータを殺したんだ。殺される。彼女は手にしたカッターを大きく振り上げた。そして、僕はそのまま意識が遠のいていった。大丈夫か？しっかりしろよ。どれほどの時間が流れただろう。僕はゆっくりと目を開けた。僕の視界に心配そうに覗き込む5人の顔が映し出された。どうやら助かったようだ。僕は、岩下さんは？岩下さんの顔が見えない。僕はまだぐらつく頭をゆっくりと起こし、あたりを見回した。彼女は僕たちで取り押さえたよ。随分と興奮していた。止めるのがもう少し遅かったら、君は間違いなくカッターの餌食になっていただろうね。次第に生きているという実感が全身に伝わってきた。心臓の鼓動はまだ鳴り止まない。彼女は落ち着くといきなり泣き出したよ。そして僕たちに話してくれた。
どうやら内山康太くんというのは彼女の弟さんらしいね。なんでも数年前に彼女の両親が離婚して、それぞれ片親ずつに引き取られていったらしい。それで名字が違っていたんだね。学校のみんなには内緒だったらしいけど、二人はとても仲の良い兄弟だったんだね。いじめた連中はもちろんのこと、弟を見殺しにしたクラスメイト全員が憎らしかったらしい。君には災難だったけれど、彼女の気持ちがわからないでもないよ。僕はぼんやりと話を聞いていた。そう言われると、確かに僕にも責任があるのかもしれない。それで岩下さんは？ああ、彼女は突然ふらふらと出て行ってしまったよ。そりゃこの場には居づらいものな。他の一人が後を続けた。でも彼女の話じゃないけど、本当にこの学校には悪霊がいるのかもしれないな。だって君を襲おうとした時の彼女の顔、ありゃ間違いなく悪霊がついた顔だったよ。みんなはその言葉にうなずき合った。僕もそう思う。確かにあの顔は人間の顔とは思えなかった。みんなが押し黙る中、唐突に一人がつぶやいた。どうする？こんなことになってしまったけれど、七不思議を続けるかい？は続けますね。続けましょう。なんだかそうしなければならないような気がするんです。では、次はですね、風間さんです。僕は風間望む、3年だ。それじゃあ、とっておきの怖い話をしてあげよう。じゃあ、これ風間さんね。この風間一人七不思議をやるやつなんですけど、こっちね。さっき岩下さんが一つ話したから、僕がもう一つ話すと、もう七不思議が完成してしまうじゃないかって。これ珍しいパターンでしょ。このゲームで語り手が他の語り手の名前出すことってあんまりないんですけど、この順番でやるとね、こう反映されてくるんですよね。みんなどんなことが起きるか分かってるのか。言っちゃなんだけど、この集まりは呪われてるよ。岩下さんがあんなになってしまったこと、偶然だと思うかい？偶然なんかじゃない。あれは起こるべきして起きたことさ。僕には分かっていた。七不思議をこのまま続けていくと、とんでもないことが起こるってことがね。僕たち全員がただじゃ済まない。特に水上くん、君の身に何が起こるか、僕は想像するのも怖いよ。ま、僕がこんなに忠告しても、君は七不思議を続けるんだろうけどね。君には見えるかい？僕たちを狙っている悪霊の姿が。この部屋の隅で渦巻いている悪霊の姿が。ほら、あそこだ。わあ！僕は思わず飛び上がった。そして風間さんが指さした方に目をやった。何もない。何もあるわけがない。風間さんが脅かしただけだ。よしてくださいよ、風間さん。あれ？風間さん？風間さん？いつの間にか、部室から風間さんの姿が消えていた。みんな、狐につままれたような顔をしている。誰も部屋から出た気配はない。ドアが開いた音も聞いていない。それにほんの一瞬の出来事だ。人が一人消えてしまうなんて、そんなこと考えられない。僕は背筋がゾッとした。本当の恐怖とはこういうことを言うのかもしれない。僕は呆然として動けなかった。どうする？こんなことになってしまったけど、話を続けるの？一人の声で僕は我に返った。確かに何か嫌なことが起きている。果たしてこのまま続けていいものなのだろうか？それともやめた方がいいのだろうか？続けますわな。そうさ、何のことはない。偶然が重なっただけのことさ。偶然人が急に消える？
風間さんだってあの性格だもの。僕たちを脅かそうとして最初から仕組んだことなんだ。きっとすぐにいなくなれるように身構えていたのさ。そうに違いない。僕は気を取り直し話を続けることにした。続けましょう。それでは3話目は、では次3話目は新井さんですね。お願いします。なんだか嫌な雰囲気ですね。話をした人がいなくなってしまうなんて。ほら、いきなり違うやろ。僕が3話目ですかとか言わへんねんで。もう岩下さんと風間さんがいなくなってしまった。そして次は僕が話す番ですか。まずは自己紹介をしておきましょう。僕は2年 B 組の新井昌司と言います。よろしく。ここら辺は一緒かな。ではここまで一緒でした。でここまでって言っても多分これもちょっと反映されてないんですけど、パート22ぐらいかなの新井さんのお話を気になる方は見ていただきたいんですけど、学校の屋上から気に入らない生徒とか先生を突き落として飛び降りの実験をしていた相沢くんのお話です。で、相沢くん最終的にパート22ぐらいでは自分がね、死んでしまうんですよ。で、その遺書として残していたノートの中に、自分は屋上の魔物に食べられてしまうやったっけ？なんかそういう内容のことを書き綴って亡くなってるんですよね。で、通常だと、新井さんも、これで僕の話は終わります。彼は本当に食べられてしまったんでしょうかね？で終わるんですけど、部室から、岩下さんや風間さんがいなくなってる状態で進むと、そのまま終わるんじゃなくって、僕は屋上にいる相沢さんを皆さんに会わせることができますよって言い出します。で、今これね、皆さんでこれから一緒に屋上に登ってみませんかと。なのでここからは完全に見たことがないシナリオですね。もちろん登りますよ。それでは行きましょう。この学校に魔物が住んでいるという話は事実だと思いますよ。僕も何かに取り憑かれているような気がして仕方ないんですよ。いえ、僕がじゃありません。この学校の皆さんがですよ。もっともその中に僕も含まれるんでしょうけど。この学校には何か秘密でもあるんでしょうか。だんだんと屋上が近くなってきましたよ。ほら、この階段を登ると、もうすぐそこが屋上です。気持ちいいでしょ？めちゃめちゃ細田さんやな。右のな。夏の風は生暖かくて、実に気持ちいいものです。ほら、水上くん。あなたもどうですか？この屋上から下を見下ろしてごらんなさい。たった地上十数メートルの場所からでも、人間はアリンコのように見えるものでしょ？あなたもこの学校に身を捧げてみませんか？どうです？何その求人？楽になってみませんか？旅立ってみませんか？相沢さんのように。え？これは旅立つつもりはないやな。そうですか。あなたにはまだ早いのかもしれませんね。そうそう、相沢さんに会わせる約束でした。相沢さんに会うのは簡単なんですよ。こう言うんです。相沢さん、実験を始めましょうよ。簡単でしょ？え？これ、言ってみるらしいね。そういえば会えるんですね。僕は問い返した。新井さんの目はどこか遠くを見ているような目だった。
まだ話をしていない三人は黙って僕と新井さんのやりとりを見つめていた。新井さん、一つ聞いてもいいでしょうか。この学校には何がいるんです?みんなは何に取り憑かれていると言いたいんですか?新井さんはにっこりと微笑んだ。言ってくださいよ、あの言葉を。そうすればわかるかもしれませんよ。確かに、この学校には何かがいる。それは僕も感じていることなのだ。僕は新井さんの言葉にうなずいた。そして、言った。相沢さん、実験を始めましょうよ。その瞬間だった。相沢さんだ!ほら、相沢さん!僕の隣で柵に手をかけていた新井さんが、突然空中を指さすと、そのまま柵を乗り越えてしまった。危ない!僕が手を伸ばすより早く、新井さんの体は宙に舞った。そして地上に向かって急降下していくと、突然姿を消してしまったのだ。まるで粒子が分解して、そのまま空気に溶け込んでしまうかのように、跡形もなく消えてしまったのだ。僕は呆然としたまま、ゆっくりと空を見上げた。あ?空には、空を覆い尽くすほどの大きなドクロが浮かんでいた。それが新井さんが指さしたものなのだろうか。あれが相沢さん?ドクロは一瞬のうちに消えた。いつの間にか残された三人が僕の周りに集まっていた。どうする?三人も消えちまったぜ。まだ話を続けるのか?一人が言った。どうしよう。こんなことになるなんて思ってもみなかった。今ならまだ引き返せるかもしれない。このまま続けていけばもっと深みにはまってしまいそうな。そんな気がしてならない。今、僕の周りで起こっていることは現実なのか、それとも幻影なのか、果たしてこのまま続けていいものだろうか。続けますよ。やりましょう。皆さんが良ければ、このまま終わらせてはいけない気がするんです。三人は黙ってうなずいた。そして僕たちは屋上を後にすると、再び新聞部の部室に戻ったのだった。四話目は何も起こらなければいいが。ああ、この時点でもだいぶ呪われてる感じよな。では、一人ずついなくなっている新聞部なんですけど、新聞部部室なんですけど、三話目は、じゃあ四話目は、進藤さんですね。よろしくお願いします。それにしても、まだ続けるとはな。水上って言ったっけ?お前結構いい根性してるじゃないか。どうだ?本当はもうやめてしまいたいんじゃないのか?やめたくねえよ。気に入ったぜ。でもま、随分と寂しくなったもんだ。最初いた6人が3人になったんだからな。それに依然として話をするはずの最後の1人は来ないし。まあそんなことはどうでもいいか。今さらジタバタしたって始まらないしな。ああ、それじゃあ自己紹介をしておこうか。で、ここからしばらく進藤さんも内容は同じみたいですね。で、これボクシング部の合宿の話のはずです。ではここまで来ましたね。赤坂くん埋められちゃいましたけど、その後畑中くんたちがどうしたのかっていうので、ここでね、みんなに話した。畑中は夜になってみんなに話したのさ。あの時あの遊びに参加した連中にな。バカ言ってんなよトール、そんなことあるかよ。お前夢でも見たんじゃねえか。みんな笑い飛ばしたさ。けれど目は笑っていなかった。
みんな内心は恐怖におののいていたからな。お前たち、あの時赤坂のグローブも一緒に埋めたのかよ。みんなが押し黙る中、畑中はぐるりと見回して尋ねたんだ。みんなお互いの顔を見合わせた。改めて尋ねられるとよく覚えていない。なんせ一年前の出来事だ。確かに死体は埋めたけど、あの時一緒にグローブは埋めたのか。死体を埋めるのに夢中で、ひょっとしたらグローブは埋め忘れたんじゃないだろうか。いや、そんなことはないはずだ。もし埋め忘れていたら、捜索隊が出た時にあのグローブを見つけられている。だとしたら誰かのいたずら。確かめに行ってみるか。畑中の言葉にみんなは驚いたよ。二度と行きたくない場所にどうして自分から行かなきゃならないんだ。冗談だよ。畑中は自分の言葉を打ち消して笑った。みんなその言葉を聞いてほっとしたようだった。そしてその日は終わった。みんな赤坂のことを考えながら眠りに落ちていったのさ。次の日、午前の練習を終え昼食を済ませると、畑中たちは午後のしごきを楽しみに待ったんだ。仮設のリングに行き、赤坂の思いを断ち切ろうと、これからのしごきに神経を集中した。おかしいな、誰も来ないぜ。先輩も一年も何やってんだ。練習の時間になっても誰も来ない。あ、来たぜ。不思議に思っていると、たった一人だけ頭からタオルをかぶってこっちに向かってくるじゃないか。誰だかわからないが先輩じゃないようだ。遅いぞ、早く来い。畑中は流行る気持ちを抑えきれず声を荒立てた。ムービーや。そいつは何も答えなかった。手に真っ赤なグローブをはめて、ゆらゆらとまるで地に足がついていないような足取りでゆっくりゆっくり歩いてきた。お待たせしました。聞こえるか聞こえないかわからないような弱々しい小さな声だった。早くリングに上がれ、俺がしごいてやる。そう言ってリングに上がったのは畑中だった。お世話になります。そいつはゆっくりとぎこちなくリングに上がった。まるで骸骨のような体だった。さあ、そんなタオル取っちまえ。そいつの頭からタオルを奪い取った畑中は自分の目を疑った。そうさ、そいつは紛れもない赤坂だったのさ。赤坂。畑中はそういうのがやっとだった。さあ、このグローブをはめて僕のことを殴ってくれよ。そう言うと赤坂は自分の手からグローブを外したのさ。本当に骸骨のような手だった。指の筋だけがポコンと膨らんでいて、骨に皮だけが張り付いているようだった。やめてくれ赤坂、俺が悪かったから。畑中は動けなかった。足に根が生えてしまったように、そこから一歩も動けなくなっていた。それは畑中だけじゃなかった。その場にいた赤坂を殺した連中は、誰一人として動けなかったんだ。赤坂は何も答えなかった。そして畑中のグローブを外すと、代わりに自分のグローブをはめたのさ。うぎゃ！グローブをはめられた畑中は途端に苦痛に顔を歪ませ絶叫した。さあ、それで僕を殴っておくれよ。みんなは呆気に取られていた。死んだはずの赤坂がその場にいることと、ただグローブをはめられただけで叫び声を上げる畑中の両方に恐怖を覚えたのさ。畑中は力なく拳を振り上げ、それでボコボコと赤坂を殴ったんだ。殴っているというより撫でている感じだった。それなのになぜか殴っている畑中の方が苦しそうだった。そしてグローブをはめた隙間から赤い血がダラダラとこぼれ流れたのさ。許してくれよ赤坂、痛いよ、やめてくれよ。畑中は殴らされているという表現がぴったりだった。赤坂に言われ、まるで操られているような雰囲気だった。
さあ今度は誰だよ。ひとしきり畑中が殴り終わると、今度は赤坂の目が別の一人に止まったのさ。そいつは叫び声を上げて嫌がったけど、足は逆らえず勝手にリングに登っていった。赤坂はゆっくりと畑中の手からグローブを外した。畑中の両手は血で真っ赤に染まっていたよ。そして外したグローブから血で濡れた古釘がボロボロとこぼれ落ちたんだ。赤坂のグローブには釘が目いっぱい押し込んであったのさ。外すと同時に畑中はその場に倒れ、 2,3 度体を震わせるとそのまま動かなくなった。ショックで気を失ったのさ。さ、君の番だから。そして今しがたリングに上がったそいつに釘だらけのグローブをしっかりとはめたのさ。誰も逃げられなかった。全員が赤坂の思うがままだった。赤坂は一人ずつ血の制裁を行っていった。一人も許すことなく。彼らが発見されたのはそれから間もなくのことだった。いつまで経っても仮設リングにやってこない畑中たちを先輩たちが探したのさ。畑中たちは仮設リングになんかいなかったんだ。彼らは合宿所の裏で見つかったんだ。そう、赤坂を埋めた場所さ。彼らは幻覚を見たのかもしれない。そして赤坂の亡霊に誘われたのかもしれない。発見された畑中たちは全員死んでいたよ。手を血まみれにしてね。全員ショック死だったらしい。あたりには泥だらけのグローブが一組落ちていたそうだ。古釘の詰まったやけに重いグローブがね。そんな事件があってからボクシング部はあっという間に衰退したよ。誰も入らなくなったし、みんな逃げるようにやめていったしな。なあ、水上。お前赤坂ってどんな顔してたか知りたくないか？これね、知りたいですね。そうか、知りたいのか。ふふ、新聞部には毎年の卒業アルバムがしまってあるだろう。13年前の卒業アルバムを探してみな。その時の F 組の写真だ。赤坂が載ってるからよ。進藤さんにそう言われて、僕は探してみることにした。え、あれ私もしかして。あの、え、なんか思ってるよりちょっとちゃうねんけど。水上くん。確か卒業アルバムはこの棚にしまってあるはずだ。これだな。卒業アルバムそれな。そんなんか会社の伝票を挟むやつみたいな。僕は F 組の集合写真を開いてみた。集合写真の片隅に枠に囲まれて赤坂さんの名前があった。そうか、こんな人だったのか。けれど、その隣にもう一人、枠で囲まれた人が乗っていた。畑中徹。そうか、もし進藤さんの話が本当だったら、畑中も死んだんだから当たり前か。え？僕はよくよく畑中の写真を見て、目が釘付けになった。え、進藤さんやん。そんなこの顔は。僕は言葉を失った。進藤さんにそっくりだ。いや、そっくりなんて言うもんじゃない。まるで本人だ。進藤さん。僕はアルバムから目を離し振り返った。いない。進藤さんの姿が見えない。進藤さんは。僕は残った二人に聞いてみた。二人とも驚いている。二人とも僕と一緒にアルバムを見ていたから、進藤さんがいなくなったことに気づかなかったのかもしれない。いや、それとも、亡霊？この畑中さんって人、進藤さんにそっくりだよね。残った二人のうちの一人が声を震わせた。ねえ、どうするの？なんだか私怖くなっちゃったよ。もうやめない？残った二人のうち一人は女の子だ。彼女が心配そうに僕の顔を覗き込んだ。確かに気味が悪い。話をした人間が一人ずついなくなってしまう。理由はどうあれいなくなっていく。
このまま続けていけば一体どうなってしまうんだろう。僕は悩んだ。続けるべきか、それとももうやめるべきか。どうすればいいんだ。もうここまで来たらね。やめるわけにはいかない。ここまで来てやめるわけにはいかないんだ。たとえどんな結末が待っていようとも、ここまで来たらもう後には引けない。この時、僕はすでに何かに取り憑かれていたのかもしれない。続けましょう。ここでやめたらいけない気がするんです。僕の言葉に二人とも反対はしなかった。僕は二人の顔を交互に見比べた。さあ、次は誰に話してもらおうか。